いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2008年モデルポルシェ987ボクスターをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントボンネットガラスに若干の飛び石があり、アルミホイル4本に小さなガリ傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約3万8000キロ走っておりますが、非常に良好な状態を保っております。外装色はキャララホワイト、インテリアはダークブルーハーフレザーの非常におしゃれな組み合わせとなっております。こちらの987ボクスターですが、オプション非常に充実しております。エクステリアで言いますと、キセノンのヘッドライト、アルミホイールはスポーツデザイン19インチのアルミホイールが装備されております。キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。エンジンスペックに関しましては、2.7 リッター水平対向6気筒エンジン、馬力は245馬力を誇りますので、ポルシェらしいパワフルなドライブをお楽しみいただけます。また、フロントリアともにラゲッジスペースとしてお使いいただけますので、機能性も非常に充実しております。では続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートはハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。運転席側、乗り降りしていただくステップの部分、若干の傷がございますが、こちらは小さな傷ですのでご安心いただければと思います。ではエンジン始動していきます。ヒプトロニックのモデルですので、ステアリングのこちらのボタンで自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションはクラリオン製ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますので、望遠鏡へのドライブも楽しんでいただける1台です。オプションでシートヒーター完備されておりますので、冬場でもオープンドライブをお楽しみいただけます。エアコンパネルよく剥がれベタつきが見られますが、こちらのお車に関しましてはそういったもの一切見受けられず、非常に綺麗な状態を保っております。ではホロを閉めてみたいと思います。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。最後にこちらのレバーを押し込んでいただいて完了になります。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2008年モデルポルシェ987ボクスターをご紹介させていただきました。走行距離3万8000キロ走っておりますが、長い走ともに非常に良好な状態を保っております。オプションでスポーツデザイン19インチのアルミホイールが装備され、デザインもお楽しみいただけますし、インテリアに関しましてはシートヒーター、ナビゲーション等を完備されておりますので、より快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。お色の組み合わせも非常におしゃれな1台ですので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。